さあ皆様、この季節がやってまいりました。鹿児島以来徹底し新語・流行語大賞。カシャカシャカシャ。今回ノミネートされた作品なんですけれども、ライブ配信ユナステという番組で皆さんからコメントの方で、集めさせていただいたのと、ダイレクトメッセージで来たものもありまして、11作品が名を連ねました。今回の11作品一つずつじゃあ紹介していきたいと思います。一つ目の作品こちらです。ギモユリ、ギモユリ、ギモユリということで、はい、10月に開催されたホームゲームでユナマルシェスタジアムグルメをご購入いただいた方の中から抽選で3名様に当たりますよっていう企画を考えてやってくれたんですけども、はい、ということでこちらにやってきました。ご覧ください。こちらのユナマルシェスタジアムグルメをこれからこの方に紹介してもらおうと思います。こちらです、どうぞ。こんにちは、鹿児島ユナイテッド FC の川島です。はい、ということでこれからねユナマルシェの魅力をぜひお伝えしていただきたいなと思ってですね、はい、魅力その2としてイベントとかをされてるんですよね。そうですね、今日実施しているのがさつまいも祭りというのを実施してまして、はいはいはい、あれ見えますかね。おちょっと寄ってみましょうか。これフード&ドリンクピックポップさん、はい、さつまいも祭り大賞店舗。例えばこのお店だとさつまいもスティックなんですけど、はいはい、ご購入いただいた方に抽選券をお渡しして、当たった方に今田辺さん来てる。あ、これはそういうユニフォームだった、当たるんです。今回ねこのイモユニノミネートとなりました。いや、おめでとうございます。イモユニ2作品目はこちら。じゃん、全部やる、全部全部やるということで、酒本選手がユナイテッド情報で全部やるって言って名言を残していってくださったわけですよ。こんばんは、7月21日夜7時です。ここからスタート。何しようかな、あれしようかな、全部やる。明日も元気に過ごしましょう。バイバイ。何しようかな、あれしようかな、全部やる、全部やる、全部やる。休み期間に入って子どもたちが時間の感覚、曜日感覚、そういうのを忘れないように鹿児島ユナイテッド FC の選手たちが日替わりで時報をお伝えするというね、こちらのユナイテッド時報ノミネートとなりました。おめでとうございます。さあ2つ目、全部やる。3作品目はこちら。ドン、やれよ今。あー、これ覚えてる、やれよ今。田辺圭介選手が FC 岐阜戦アウェーの時にセンターバックとして試合に出てまして、危ないシーンが何回もあった中でやれよ今って叫んだのを、このピックアッププレイというハイライトに出てこない名場面を切り取ってお伝えする番組をやってるんですけど、そこで取り上げさせていただいたやれよ今。後半83分、田辺選手やれよ今。田辺選手こう冷静に落ち着いて淡々とやるようなイメージありますけど、今シーズンセンターバックというポジション任されてね、かっちゃん、ボランチとセンターバックじゃやっぱ少なからず違うと思う、感じ方がね。もうミスったらやられるポジションだから、やっぱ責任感っていうのが相当ついたんじゃないかなって思いますね。そんなシーンがこちらです、どうぞ。これ結構押し込まれた時間帯で、そう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 、クロス上げられてやれよ今っていう、やれよ今言うてるな、これ。ああ、これを言える人がチームにいてくれるっていうね、頼もしいですよね。いやいや、渋い。はい、という感じでした。ノミネートとなりました、やれよ今。4作品目せーの、こちらもですね、ピックアッププレーからの名言になるんですけれども、これ、ハッタンダ選手がやたら出る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 、めちゃくちゃ出る、ピックアッププレーにめちゃくちゃ上がってきて、そんな中でこのハッタンダパーティーという言葉を作ったのは、副リーダーの谷口勲君。前半30分、ハッタンダ小池選手のスプリントと、前半32分、ハッタンダ小池選手、球際の守備ということで、前半33分、ハッタンダ小池選手、球際の守備と、前半はもう正直、ハッタンダパーティーでした。後半55分、ハッタンダ小池選手、カウンターに対しての潰しと、ハッタンダパーティーだね。ハッタンダパーティーが来ましたね、ここで。ハッタンダパーティーですね。ハッタンダパーティー、ノミネートです。おめでとうございます。素晴らしいね。5つ目のノミネートはこちらになります。ドン、こちら、響こう、
ダイヤモンド。僕がまさに今着てるこのユニフォームですね。薩摩切子がモチーフにされたユニフォームということで、すごい話題にもなって、光の当たり方によってもユニフォームの色の加減が変わってきたりして、本当のこう薩摩切子に近いユニフォームになったんじゃないかなって思う。鹿児島の伝統文化がこうイメージされたユニフォームとなりました。切子ダイヤモンド5個目のノミネートとなりました。ありがとうございます。切子ダイヤモンドと、はい、6つ目いきますよ。ドン、ユニータ。今年すごく話題にもなりましたけれども、キーレにできた神殿修場でございます。ナノエナジーユニータというのが正式名称であるんですけれども、このユニータという名前にですね、こんなにすぐに愛着が湧くかというぐらいすぐ馴染みましたよね。この素晴らしい練習施設をやっぱり地域の皆さんにご利用早くいただけるようにしたいな。なぜか本当にいい場所にあるし、いいグラウンドだし、いい芝生が入ってますんで、皆さんにもぜひ使っていただいて、皆さんが元気をもらえるような場所、パワースポットになればいいななんて思ってますけれども、こちらユニータノミネートです。おめでとうございます。7つ目となります。ドン、チャンネル登録。もうこれは耳にタコができるぐらい、はい、聞いたんじゃないでしょうか。これ1年、なぜかと言います、もう書いてありますけれども、目指せチャンネル登録者数年内1万人企画呼びかけと、何回何万回叫び散らかしてきましたけれども、皆さんの温かさを感じることできましたし、選手、クラブ、チームだけじゃなくて、鹿児島っていう土地はチームワークが本当にいいなと、人間味、温かさ非常にあるなっていうのを感じました。チャンネル登録者数なんですけれども、8299、あと1人、わーいっと8300人突破。鹿児島ユナイテッド FC 公式 YouTube、 現在の登録者数ぜひ皆さん拡散だったり登録の呼びかけも、まだ登録してなかったら登録の方もぜひよろしくお願いします。増えた増えた、はい、ありがとうございます。嬉しいね。まずはですね、先週からお伝えしていますけれども、チャンネル登録者数引き続き、チャンネル登録者数、増やす、皆さんのお手伝いもよろしくお願いします、はい、鹿児島ユナイテッド FC、 皆さんが今ご覧の公式 YouTube チャンネル登録者数、そしてチャンネル登録者数見てたら、ぜひチャンネル登録していただければ、12月の17日23時10分に達成しまして、最初は無理なんじゃないかってめちゃくちゃいろんな人に言われたんですけど、そんな中でも達成できたのは皆さんのおかげで、はい、チャンネル登録ノミネートとなりました。ありがとうございます。チャンネル登録、あとはなんかクオリティをね、上げていかないといけないですね。8作品目になります。こちらになります。ドン、ジャッキー。はい、中原修斗選手のことを我々がね、動画内で、まあ、ジャッキー1年に似てるっていうことでジャッキーって呼ばせていただいてたら、いつの間にかサポーターの皆さんが中原選手を見てジャッキー、あ、ジャッキーだって呼ぶようになったっていうね。日本を飛び越えてアジア進出、映画で、そう、もう映画、もうアジア映画に日本人初めて抜擢されそうな選手、うん、ちなみにジャンル的に言ったらカンフーアクション。むずいな。むずいやろこれは。カンフーアクション。もう決まったぞこれ。行こうか。いやむずいなこれ。わからん。いろんな選手おるから。もう一人しかいないこれは。多分。行こう。じゃあ行きまーす。はい。せーの。中原修斗。大好きですね。なんでだろうね。かっちゃんカンフーが好きだからじゃん。あ、カンフー好きだからね俺は。ジャッキーチェン激似ですけどね。この笑顔もそっくりだよね。そっくりやで。中原選手っていうのはね、憎めない、いや本当にいい男ですよ。本人は嬉しいのかどうなのかちょっとね聞いてみたい気もしますけど、もし中原選手これ見てたらコメントいただけないでしょうか。ジャッキーノミネートとなりました。おめでとうございます。今年はでもね、 いろんな言葉が出てきてるからすごく面白いですよね。9つ目のノミネート作品はライブ配信でだいぶ皆さんに浸透してきたんじゃないでしょうか。しかも売上額としても非常に好成績を残している、こちらです。ユナネットタノタ、田上豊なりに通販番組をやらせていただきました。主にユナイテッド農方というライブ配信、番組配信中限定の、商品だったりを販売するというねこの時間のみの販売となりますので、ぜひお見越しください。
商品崖っぷち全力応援 T シャツ、ぜひお買い求めください。送料手数料込み3500円となっておりますので、ユナネットタロタ心詰めノミネートです。ありがとうございます。非常にこれ悩みどころです。僕が一つ決めろって言われたのに非常に難しいですよこれは。次もライブ配信のあるコーナーの名前がノミネート作品として上がってまいりました。まさかね、選手でもない我々応援部隊でもないこの人が上がってくるのかっていうね、川島くんのコーナー、まあ、ユナステという番組で最初はねユナマルシェコーナーとかそういう感じでお伝えさせていただいたんですけれども、好きな鹿児島弁はマッポシ川島くんのコーナー、趣味は男気じゃんけん川島くんのコーナー、昨日発生した股ずれで椅子に座ることができません川島くんのコーナー。続きまして、走るのは長距離より短距離の方が得意なタイプ、 50m 走は7秒4です。川島くんのコーナーということで、あんま早く7秒4って微妙じゃね、遅くない？川島くんのコーナーということで、皆さんにだん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 浸透してきまして楽しんでいただけるコーナーになったんじゃないでしょうか。主にね、あのユナマルシェの情報、ユナステージの情報をお伝えするコーナーとなっているんですけれども、川島くんのコーナーノミネートです。おめでとうございます。やっぱりクラブ職員の顔が見えるっていうのもまたね、鹿児島らしいんじゃないかなと思いますけれどもね。さあ、ラストとなりました。こちらもライブ配信のある名言がノミネートとなりました。発表していきたいと思います。11作品目はこちら。じゃん、お揃い物が届いたよーのコーナーから、お揃い物が届いたよーがノミネートとなりました。このコーナーはね、本当にびっくりでしたね、ちょっと。最後の3ヶ月、このお供え物、途絶えなかったっていう。そもそもお供え物って何なのかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、最初の始まりとしては、僕、もずく好きなんですよねっていう話をこうライブ配信中にボソッとしたら、沖縄にいらっしゃる方が、もずくをどでかいあのカンカンでボンって送ってきてくれて、それをライブ配信で届いたよって言って紹介させてもらったのがスタートになります。そっから届くようになって、これ食べたいな、あれ好きだなって言ったものが、狙ってはないんですよ。狙ってはないけど届くようになって、本当にありがたい限りですよね。だから、徳重代表が言ってましたけど、お供え物だけでちょっと1ヶ月ぐらい生活してみたらどうみたいなことを言い出すぐらい、それぐらいのお供え物が届くようになって、最終的には、アウェーに行って、そのご当地のお土産を送ってくださる、持ってきてくださって、あ、何々県はこういうお土産、こういうものが有名なんだっていうご紹介にもなってね、あのいろんな人がこう楽しんでいただけるお供え物コーナーになったんじゃないでしょうか。今回お供え物、届いたよ北海道のお土産をいただきました。これ北海道で有名なのかな。お供え物が届いたよーのコーナーです。すごい、3ヶ月連続となりました。ありがとうございます。すごくない？サッカーモナカ、サッカーボールの形したモナカ。感謝、お供え物が届いたよーのコーナー。今回お供え物届いたよーはこちらです。すごくない？もう画面に入りきりません。感謝、お供え物が届いたよーのコーナー、行ってみたいと思います。すごくない？本当にありがたい。言ったものが届くというそういうつもりで言ってるわけじゃないんですけれども、11作品目、お供え物が届いたよのコーナーノミネートです。おめでとうございます。さあ、これで全11作品が、ここに出揃いました。いやー、素晴らしい。去年とは打って変わって非常にこうどれが大賞を取ってもおかしくないような作品となってますね。こちらの決め方としては、今ご覧の皆さんがコメント欄に1人2票まで、2票何と何、もしくは何に2票っていうのを、ぜひコメントで送っていただいて、そちらを集計して大賞を決めていきたいと思いますので、ぜひ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 皆さん、ぜひ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 皆さん、ぜひ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 皆さん、コメントお待ちしております。これがね、コメントもしもね、3コメントしか来てなくて全部で、ね、6票しか入ってないとかだったら非常に寂しくなっちゃうんでね、泣いちゃいますよ、そうなったら。なので皆さん、ぜひコメントください。ということで、鹿児島ユナイテッド FC 新語・流行語大賞、大賞の発表は12月27日月曜日の
ライブ配信番組内で発表していきたいと思います。鹿児島ユナイテッド FC 新語・流行語大賞ノミネート作品発表、ここまでとさせていただきます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。